交渉は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家、国民政府の軍人で、理想人、白、高敷と共に新高生派の主要指導者の一人であった。別名は継合、自和機関、大地主の家庭に生まれ、経林の直沢高等小学を卒業後、1910年春に、高生陸軍小学第4期として入学した。この時、 第三期の理想人と同学になり、また校内で革命派の思想の影響を受けている。翌年に侵害革命が勃発すると、高長は武将、南京で学生軍として革命派に参加した。1912年秋、武将陸軍第二予備学校に入学している。卒業後の1915年、補定陸軍軍管学校第三期に入学し、この時に、白、 高敷、夏、脅しと同学になった。1916年に卒業して、厚生省に戻り、厚生新軍も繁栄などに属している。1920年の越葛羅戦争で、葛羅軍が越軍に敗北すると、高生は葛羅軍の主力から離脱する形で百職に移駐した。この時、軍備強化のためアヘン取引を掌握するなどしている。その後も厚生省内では、 混乱が続き、木は、様々な勢力と離合を繰り返していく。1923年秋、交渉は、理想人率いる、低カツ軍に参加し、白、高しらもこれに合流して、新構成派の基礎が、固まった。翌年5月より、新構成派は、旧構成派。6月、南寧に、低カツ連根軍司令部が設置されると、李が葬式、木が、副葬式、白が、 全敵葬式となった。8月までに新構成派は、後世の3分の2を掌握している。交渉別陰11月、交渉は、李渡るの招生に応じて、高州を訪問し、中国国民党に加入した。後世に戻ると、李宗人は、後世前後、ただし、弁、木は、同会弁に任ぜられた。翌年、新構成派はついに、後世を統一する。9月、は、 厚生省政府民政庁長長に任ぜられ、厚生省の内政改革に取り組んだ。木は内政手腕にも優れ、その厚生績から新厚生として国内でも評判になった。1926年3月、理想人率いる軍は国民革命軍第7軍に改組され、理が、軍長、高省は同軍党代表となった。同年夏、 国民政府の下での制度改正に伴い、木は、厚生省政府主席に任ぜられた。翌年4月の上海クーデターでは、小解析の意を受けて、交渉も、部下の木朝日発に、中国共産党粛清を命じた。また、南昇期にの鎮圧、長発刑、危機症率いる、反省越軍の撃破の指揮も取った。しかし、1929年3月、 小桂戦争が勃発すると、交渉も桂軍として小海石軍と戦うことになる。一時は、湯作柏しらの離反により、理想人、白、高敷らと共に、香港へ逃れざるを得なかった。しかし、間もなく、後世が大混乱に陥ったため、三人は、同年11月に再び新後世派の指導者として、帰り咲くことができた。翌年には、またしても、 リラに反旗を翻した、旅館園を、木は撃破している。同年の中原大戦で、藩省解析軍が敗北すると、交渉は、第十五軍軍長権厚生省政府主席の地位を捨ててケアする。以後、省への徹底抗戦は困難と考え、木は新構成派から事実上離脱。翌年には、公衆非常国会の藩省運動への対抗上から、一時的に、省から、 厚生軍務前後、ただ主弁に任命されたが、現地には向かうことができなかった。1932年5月、内政部長代理に任命されている。1934年12月、厚生は、石膏省政府主席に任ぜられ、1936年12月、湖北省政府主席に移動した。翌年に、日中戦争が勃発すると、第二戦区副司令長官として、 三省省の延釈さんを補佐した。同年11月、呼び戻されて、石膏省政府主席に再任され、さらに第三戦区遊撃総司令も兼ねた。甲州が日本軍により陥落させられてからは、紹介を頻繁に移し替えながらも交戦を継続し、最後まで戦い抜いた。また、この間に中国共産党との政治的交流も開始している。 1946年3月、共産党との交流などを、小席に再にされた、交渉は、石交渉政府主席を罷免された。その後、立法委員、観察委員副委員長などを歴任する。1948年に、理想人が副総統選挙に出馬した際には、これを支援して、当選に貢献した。紹介席が下野に追い込まれ、理想人が、 代理総統となった後の1949年4月、交渉は国民党代表団の一人として和平交渉に赴いた。コーラは共産党が提示した和平協定を持ち帰ったが、国民党の指導部はそれを拒否する。そのため、木は香港に逃れた。同年8月、木は44人の著名人士たちと共に、香港で国民党からの離脱を宣言する。 9月、北京に赴いて中国人民政治協商会議に参加した。中華人民共和国が成立してからは、交渉は、政務院政務委員、全国人民代表大会常務委員、中国人民政治協商会議全国委員会委員などを歴任した。また、中国国民党革命委員会、中央常務委員にもなっている。しかし、1957年8月、 反右派運動の中で右派分子と認定されてしまった。文化大革命の時期になると、木は四人組から右派とみなされ、公衛兵の迫害を受けた。九百六十六年八月三十一日、失意の交渉は北京市の自宅で自殺した。去年七十二。文化大革命後に四人組が失脚すると、木の名誉は回復され、九百八十二年十二月、 北京で民川による追悼会が開催された。ありがとうございます。